こんにちは、緑フグのティアラです。今日の日直は私が担当ですよ。皆さん、9月には大切な日があることはもうご存知ですよね。そう、ティアラのお誕生日ですよ。9月7日がティアラの誕生日だったんですけど、ちゃんと覚えていましたよね。お祝いしてくれた皆さん、ありがとうございます。来年もその次もずっとお祝いしてもらえたら嬉しいな。それにプレゼントもたくさんもらったんですよ。あとはチャッターのみんなからももらえたんですけど、やっぱりアンドレスは私にコオロギをプレゼントするんです。食べずに大切に取っておいたらしいんですけど、はぁ、ほんと何回言えばわかるんですかね。まあ、まっすぐで一途なところもアンドレスのいいところですよね。もちろんティアラも皆さんのお誕生日をお祝いしたいので、ぜひ教えてくださいね。さてさて、恒例のお悩み相談ですよ。早速行きましょう。今度気になる人と二人で遊びに行くことになったのですが、初めてなのでどこに行けばいいのかわかりません。おすすめがあれば教えてくださいとのことなんですが、とっても素敵、初めてのデートいいですね。ティアラもデートしてみたいです。定番のデートスポットもありですし、自分の行きたい場所に一緒に来てもらうのもいいですよね。深く考えなくて大丈夫ですよ。お互い楽しめたらバッチリですからね。もし場所が決まらなければ、ぜひアトアにお越しくださいね。それでは今日の日直はティアラです。